どうも、シャーペンです。今回は、これですね。平成最後の、鳥獣震災。これ別に確率は変わってないんですよね。本当にただただ、おまけが出るよってだけで。なんだっけ。ビスケット、スタミナミン、コンティニミン、ワクワクミン、重流力、ですね。で、令和最初は、このビスケットがベルになってるというわけで。ちょっと低く迷ったんですけど、ブリッジがあるんでね。ブリッジと迷ったんですけど、ちょっとさすがに、今の時期にね、パンドラ持ってない、マナ持ってない、ソロモン持ってないっていう感じなんで、というわけでちょっと、10連だけ引く。おまけだけ欲しい。出ないかな、平成最後。ほんとに多分平成最後の10連ガチャっぽいな、もう。いけ。あ、ちょ、音が聞こえない。イヤホン。たまに鳴ってますからね。平成最後の引っ張れ。平成最後の、平成最後の回転。平成最後の10連、よし。頼む。10連弱いから、止まってくんないから、まず。おっしゃ、なんでもいい。なんだっけこれ。秀吉だっけ、秀吉か弁慶かわかんない。秀吉か。なんだってー、ああ。ミン、ビスケット、ビスケット、ミン。お、優秀。なんかビスケット結構ツイッターでね、よく見たんですけども、なんか出やすいんかな。みんは嬉しい。で、ひでちゃんと。ひでちゃん、ねえ。使いどころあるかな。まあまあまあ、これからですね。あー、忘れてた。マジ忘れてた、今。平成最後の、星玉。平成。ないな。鳥獣限定。ありだな、全然。2体目なんですよ。14がまた楽になった。さらに楽になった。こっち、どうなんだろうな。なんか面白い。おもろい性能。僕またパンドラとか持たずに令和に行くんか。あ、でも一応これはあるんでね。サブアカ引いていいですか？サブアカ引こう。ちょっと僕ガチャ引くためだけのサブアカあるんで、それ出しますわ。こちら。はい、サブアカ。で、ちょっとこれなんか携帯壊れかけで、なんか音は出ないんで、許してください。出てないっすよね。というわけでもうこれはさっさと。これ出たら悔しいな。いや、嬉しいですけどね。出たら悔しいけど嬉しいっていう複雑な感情になりそう。はい。平成最後のサブアカ。これ多分めっちゃ止まりますね、多分。うん。全然引いてないんで、多分星4でも止まるはず。あー、おじいちゃん。いいね。こんなんでいい。うん。まあいいな、新鮮だな、止まるの。おー、強そう。止まると強そう。おー。おー、弱そう、これは。こっちは弱そう。でもなんか出ないかな、今のところミッドナイトパーティー。第、おミッドナイトパーティーだ。間違えてるかな、ミッドナイト獣神祭。来いよ。ちょ、おー強いですよ、最近ね。お、止まんなかった。え、出ない？あ、ガリレオガリレー。んー、まあ、でも、このサブアカだとな。メインで持ってるし。貸しもん借りもしたいんですよね。なんかできメインで持ってないやつでもいいよ。で、わぁ。コンボだけでかいもんな。あ、よいしょ。もう、前髪がおかしいもん、この子。で、これちょっと気になる。ビスケット出たらやばい。ビス、ミン。あ、で、ビスケットだ、やっぱり。本当に出やすそうだな。体感ですけど。というわけで。僕の平成最後のガチャはこんなんでした。よかったらコメント欄か皆さんのね、結果お待ちしております。これが出た、あれが出た、平成最後ふさわしいもの出たる。噛んだ。だなんでこっち出るんだよ。鳴ったかな、今聞いてなかったんですけど、音聞いてなかった。あ、聞こえないんか。そうじゃん。
かっこいいよ、やった。でも平成最後これカムイで締めれた。これは多分いい年になった。でもこれからもいい時代になりそう。というわけで、よかったらチャンネル登録もお願いします。毎日動画更新してるんでね、令和もしっかりと頑張っていくんで、よかったらお願いします。ではご視聴ありがとうございました。良い時代よですかね。はい、さよなら。